はい、こんにちは。ミサトオーストラリアのコニタンです。はい、ともちゃんです。はい、今日は牧場を離れまして深谷に来てます、うん、はい、そして背後に、はい、謎の怪しげな看板が兄弟メニューだって。はいはい、何なんでしょうか。気になりますね。行ってみよう。もう一つ看板があります。三男坊って書いてある。はいはい、ということで今回来たのはこちらですね。うどん茶屋三男坊さん。なぜこちらに来たかというと、ミサトオーストリッチファームのガチョウのお肉がこちらでね、うどんに使われているということで、はい、やってきました。やってきました。早速入りたいと思います。入りましょう。こんにちは。こんにちは。お疲れ様ですか。はい、ありがとうございます。はい、ウーパールーパー。あ、ウーパールーパーがいます。うちのガチョウ肉が使われているメニューはどれなんだ。ガチョウ肉、どこでしょう。温かいうどん。あ、これだ。あ、つけガチョウうどん。ちょっと、はい、はい、こちらですね。冷たいうどんなんですね。テレビ番組ぶらり途中下車の旅で紹介されましたって。はい、ミサトオーストリッチファームで育った国産ダチョウの背脂とモモ肉を使用。癖がなく低カロリーで高タンパク。はい、おすすめって書いてあるよ。あら、じゃあつけダチョウとつけがもでいきます。いきましょうか。今日あったかいしね。そうね、うん、あとおすすめメニューとうちのダチョウ肉うどんにしよう。はい、そうしましょう。はい、つけダチョウうどんを一つと、つけがも、つけがもで、はい、お願いします。 おすすめ長男次男。長男次男三男、長女、長女、どういった、でもちゃんとその写真と言葉でね、うん、書いてくれてます。はい、ランチとか丼、定食、一品料理もあるんですね。つけがもが先に来ました。はい、ということでいただきます。はい、まずはこのうどんからいただきたいと思います。すごい麺にコシがあって、うん、今まで食べたうどんより一番弾力があるかもしれない。弾力があるんですね。うん、すごい。はい、つけがもということでつけ汁にかけてつけて食べます。はい、そう、そもそも鴨が好きなんですけど、うん、よかったですね。安定の美味しさですね。つけ汁に鴨が入ってる、鴨肉が入ってる。そうですね、ほらこんな感じで、えのきたけ、ネギ、ネギ、深谷ネギかなですね。はい、こちらがつけだちょうどん。はい、うん、美味しそうな香りが。我らのダチョウ肉が使われているということで、ちょっと見てみますか。こちらも深谷ネギと脂身かな。あ、もも肉いました。はい、えのきも入ってます。ネギもたっぷり、うん、美味しそう。いただきます。私難しいね。そう、箸がツルツルしてて、そうそう、なかなか、よいしょ。あ、美味しいです、ね、すごく。肉の旨味がなんか入ってる気がする。ダチョウ肉もせっかくなんで、うん、いなくなっちゃった。探す探す。さっきいたんですけどね。あ、いた。はい、ダチョウのもも肉です、はい、うん、うん、程よい噛み応えで、硬すぎずジューシーな感じで美味しいです。うどんと合いますか。うん、合います、合います。というかもう、うどんのつけ汁がお肉の出汁が出てる感じで、あ、背脂か、ダチョウ脂がいい感じで美味しいです。はい、もうね、うどん完食しました。早い、あっという間に。美味しかったですよ、ね、美味しかったね。うん、つけ汁につけなくても、うん、うどん自体で美味しかった。あ、さっきうどん単体で食べてるの見てびっくりして、真似したら美味しかったです、うん、ツルツルして。私ももう少しですが、ね、ツルツルしてね、箸から逃げていくんだけど。
手打ちなんでしょうね、きっとね。ね。こだわりの麺という感じが。多分そう。うん。事前のお話で、はい、うちのこの漬け田町うどんって結構人気があると。うん、なるほど。日曜日だと終わっちゃうこともあるし、数にやっぱり限りはあるんじゃないかしら。あ、肉に限りがあるかも。うん。なんと。お抹茶のサービスです、はい、おかみさんからサービスが来ました。かわいい、これがかわいいんですよ、はい、こちらもね、はい、うん、いいコースターだ。いただきますか。よいしょ。これってこうやっていただいていいんですか。そう、なんかあるよね、うん、おいしい、すごく美味しい。はい、いただきます。なんかあるよね、こんなことやってさ。でもそれは茶道だから、ね、面白いよね、うん、美味しいね、うん、はい、結構のお手前でありがとうございます。はい、すごく美味しかったです。はい、このお店の名前の由来とか教えていただきたい。三男坊は大将なんです。はい、三兄弟の三男坊でそのまま。あ、はい、そうなんですね。三男坊が。ごめんなさい、そうです。どういうふうに長男さん、あの次男さんが、はい、長女と会ったのも、そこから、お店の名前からですか。お店の、そうですね、田中っていう、まあ、屋号にしようっていうところから、一番最初にメニューを作るときに、はい、なんか兄弟メニューみたいなのがあったら面白いですっていうことで、で、あとは、ちょっとなんか、不正がある、はい、あまり食べ慣れないうどんのメニューを作りたいっていう思いがありまして、はい、で、かつ長男次男さんがそれぞれキャラも違うので、全然じゃなんか、そう、個性の強いで、はい、答えたのが、兄弟メニューになります。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。美味しかったです。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今回は牧場出てうどん茶屋三男坊さんにお邪魔しました。はい、すごく美味しいうどんでしたね。はい、うん、はい、おかみもね、気さくな方で、うんうん、とてもいいお店でした。はい、皆さんもぜひ食べに来てね。バイバーイ。バイバーイ。